漢字は日本海軍の搬送練習艦。艦名は関門海峡東口にある漢字島にちなむ。島名は日本初期の記述に由来する。建造経緯は漢字と同じ。漢字建造経緯を参照。艦型は三照バーク型。明治19年度計画で小野浜造船所で建造された。機構日は異なるが、浸水、浚港とすべて同系艦の。 万寿と同一日である。春工後は練習艦として使用され、1890年8月23日に第三種に定める。日清戦争では軍港警備艦とされた。その2年後の1896年9月26日に万寿と共に除籍された。船体は横須賀海兵団付属とされ、1910年4月13日に売却された。 日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び艦砲に基づく。ABC 日本近世造船指名時 P449 によると、長さ134フィート、幅27フィート、喫水14フィート。日本海軍史第7巻ピアニッシュも226から227によると、長さ47.5メートル、幅10.5メートル。 喫水4.28メートル。日本海軍史第7巻 P226 によると保護門。ありがとうございます。